最初は別のあのペアダンスをやってたんですけども、ロドリゴ夏子先生をが踊ってらっしゃるのを見る機会があって、あ、タンゴもすごい素敵なダンスだなと思って、自分も踊れるようになったらいいなと思って、初め多分ちょっと勇気がいる方もいるかなと思うんですけども、意外とそんなに難しかったりはなくって、誰でも踊れるこう楽しいダンスで、まあ、歩くっていうのが基本のダンスなので、どんな方でもどんな年齢の方でも長く楽しめるっていうのが一つ魅力で、私も始めたので、いろんな方に、まあ、タンゴを知っていただいて始めていただきたいなというふうに本当に思いますね。そうですね、タンゴをやるからこう着れるドレスっていうか、おしゃれして出かけていく時間があるっていうのは、女性は誰でも楽しみな時間だと思うので、皆さん女性はハマるポイントだと思いますね。タンゴの魅力はですね、音楽に合わせて2人で踊るっていうのはすごく楽しくて幸せな時間なので、まあ、それが一番大きいかなと思いますね。ステージタンゴをすることによって習えるボディバランスだったり、そこのプラスアルファで先生たちから習えることがすごくたくさんあるので、自分は挑戦してみてすごく良かったなと思ってます。まず体の筋肉とか体がどういう風にナチュラルな状態はどうなのかっていうのをすごく意識することができて、あ、自分の体がこうなってたんだとか考えるきっかけになったのですごく良かったのと、あと頭もこう常識にとらわれることなくというか、新しいことがやっぱりできるようになるにはこうちょっと常識を外してできるようにどうしたらいいのかなって考えることが必要なので、心とか体とか自分のこととすごく向き合う時間ができたので、それがタンゴを続けててすごく良かったなと思うところです。皆さん待ってますのでスタジオにお越しください。皆さんこんにちは、タンゴロディナスへようこそ。今回のコースで私たちのトップ5ステップとボディバランスを皆さんに紹介します。携帯、パソコン、いつでも皆さん見れるように作りました。まず1回無料試しレッスンをぜひご覧ください。ではオンラインレッスンで会いましょう。バイバイ。